よいしょ。じゃあやってくれ。いや調子いいよ、さっきのスレッシュで、うん、バリキャリーしたから。ハロー YouTube、 ハロー YouTube、 それでは皆さん最近使ってください。参考します。ありがとうございます。頑張ります。ハロー。Thank you。 照れるわ。次何を言うんやろうって思ってしまう。え、瀬戸ジャングルなん、これさすがに練習してあげよう。え、本当にいる？ん？いらん？うん。いや、あげようよ。そこワードね。まあ、2発しかできんから変わらんないけど。変わらんやな、今リーシュしても。興味。あー、下手。あ、やべ。なんか波のさ、今のさ、射程、うん、ケイトリンの通常射程と同じな、E の跳ね方って。なんか一回入力できる射程に入ったらもう撃てるからな。いやごめん、服が足らん。てかパイクのフックは世界で一番クールダウンが短い。何秒だ ?6 秒くらいで。プッシュ早い、プッシュ早いってこいつら。うん、ああ。それは足らないな。ごめん。一発ハラスするか。前出てくるの調子乗るし。ちょっと俺のフックが当たらないから調子乗ってるぞあいつら。全然当たらんねえ。7秒だ7秒、クールダウン。いや 9.2 秒。あでももう起動してる時間から入ってるのか。よる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 。ナイスそれ。なんだよ、爆弾だ。でもナイス。おいしいおいしい。そこワードあるな。ここワードです。壊します。てかフラッシュないのに甘えてね、それ。甘えてる、甘えてる。それ引き寄せたらやれないじゃん。ギリ行ったりせん。え、それカミールやってない？さすがに。それはちゃんと当てる。おお。よいしょ。テートリーにこれキル入ってたら終わっとったけどな、相手。うん。マジでこいつ、序盤にキル入ったらクソ強え。さあ、ゴレベ来ちゃいましたよ。ナイス。最近ジャングルイッシュするの冷静に取った方がいいんだよ。いやそうっすよ。だからなんかね、競技シーンでイッシュするやつおらんすもん。それも、うん、絶対勝てなくなるから、イッシュした瞬間、冷戦が。PC チェーンできるかな。あーできんか。まあでも俺回復するし。わからなくて強いのかなってなってるけど、説明見ると絶対強い。いやパイクね、弱いよ。ん？ん？え、なんで？あーお。おえ、すごっ。頑張れ。無理やな。まあ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 。まあまあまあ。おいしいおいしい。カミールもオルト使った。うん。キルもらえた。やるしまい。マジこれね、ケイトリン使うときマジ E があるかどうかめっちゃ気にした方がいい、ほんとに。おいさん弱いの。うん弱いよ。ん？ん？ん？パイクは弱いよ。うんうんうん。二日後ろさん三好きのことです。あいいね、そう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 、三好きですね。すいませんすいません、まだ慣れてなくて。なんかね、慣れてないっていうのもあるんだけど、あのロールやるときに逆に 1,2,3 で言ったらさ、お前こいつ何言っとんだがってなるから。うん。むずいんだよね、この使い分けが。ワイリフの時は 1,2,3 で言わんといけんし。この試合のパイクのパフォーマンス、後で化け物の動き見せるわ。
取れる？うん、完璧じゃん。ションさん、グエワで伝わるっしょよ。え、ケイトリン？もしかして俺らに足りんかったの？リカ、リュウカさん、レインの感覚でたまにあぶくってまだ言ってまう。大丈夫それ？うん、うん、ビタミン E さん、これがきっかけとなり2人の亀裂が入り、第一次は入り口が入り口と使った。ん、それはさすがに瀬戸ウルト。よしよし、うわー、こっち来ちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫、めうめう。いや、余裕で勝ったわそれ。うわ、追用レレクトン。それえ、いや、レレクトン センスありすぎ今の。うまっ、レレクトン。おー、おかえり。世界救いすぎでしょ今のフラッシュ級。兄強っ。ボイボイさん、ワニさん強っ。リュウカ、リュウカさん、ワニが、わら。いや、さっきウルトあったらな。え、何このカミエル。何やつ？うん、来たやつ。ちょっと早いかも。そんなことないよ。あ、そんなことないわ。うわ、一発殴れとけば。うわ、あー、ごめん。いや、待って、そんな出るのダメージ。ウルト撃つ、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 ウルト撃つ。いやいや、さっきもうウルトなくなってるから。あ、そうか。うん。いや、でも射程の長いケイトリいいな。俺が前に出てってそれに合わせれるかも。結構、フェアブーツだね。え、スマイト撃つと。なんか、あー、それはきついな。ダメージを出した。ゲソワニウルト。いや、やべえ。これはやばい。頑張れ、あ、キル、いけ。ウルトがない。ウルト何秒？あ、いた。どうだ？あー、惜しい。だー、エアリー。波のキルでも。バスバスバス。ふぅ。あとちょっとだったのに。だって、カイさんのビルド。俺、対面どんなのと戦ったの？いや、惜しい。俺、カイさん、対面どんなのと戦ったんで、嬉しくなくなった。急にケイトリン使って、ケイトリン強いんじゃねえとか思ったら、ちょっと恥ずかしいわ。ルナハリ初手のこんなん、誰、どんな、誰やねん。誰がおすすめしたんや、そのビルド。これ、ルナハリだと、ワンチャン渋いくんちゃう、カイさん。そうやな。これ教えてもらったんや、そのビルド。上4枚。目に来ると、完璧な、完璧なさばき方、ワニ。マジか、変な移動の仕方したな今。リーサルテンポが溜まったら前出てあげてー。これまあでもそれ不快な人が増えるから、パイクの判定広くしたら。いや、パイクはでも強くせん方がいいよマジで。もうマジで、うん、人だるいから。いや、マジ試合ぶっ壊れる今でさえさ。こんな感じでワンチャンペンタキル量産型なのに。リュウカ、リュウカさん、罠の使い方しびれる。しびれる。そう、パイクね、スキル早いんよな。ガル？ナイス。ビタミン E さん、スキルタイマーリセット系は下手にバフしたらあかんねん。
あーごめん。これ見れる。うん。撃つよ。あー、撃ったけどないか。撃ったよ。死んだし。いい、パイクのポテンシャル上がってきたよ。それでちょっとなんかなんとも言い難いよ、この試合に関しては。さん、今の取れるんや。今の取れるんやね。ワニさん来ちゃったー。あ、取れてんかった。うん。むずいなぁ、渡すの。結構一発弱いから渡せるかなと思ったけど。え、叫んでくれん。まあいいよ別に。とそっちが取ってくれても別にいいよ。せっかくなら俺0025とかにしたいじゃん。クソ金持っとるみたいな。ウソダメージ上がった？なぜ？リュータイマーリセット系ね。アミラとかもだってぶっ壊れたんでしょ最初。ケンタケで一番出たキャラクターだったっけ2021年。サミラ、うん、 ADC でか。ビタミン A3 ステーシスって乱戦の時絶対ボタン小さくなってる。これな、でステーシスもやっぱさ、でもやっぱ予測しないと打てないんだよね。カミール使ってないの。バラマイトだけ強いですこれ。うわー、それ取りに来て。え、待って、なんで反応できたんかもわからんで、ね、もう今。え、見えなかったっ。なんで俺今反応できた。ナイス。なんで反応できた。ゆか、ゆかさん、かわした、わらわら。かわした。ナイス。かわしたってか、まあ、当たったけど、かわした判定になるやつ。ね、空中のガリオで気がついた。いや、そう、ドーンで見え、ドーンでガリオ来たと思って。ガリオマジ見えんくなるバグあるって今、この間もあったやん。ねえ、あるよね。山田うどんさん、うますぎる。ワニ見すぎだわ、俺のこと。普通に。ワニ俺しか見てないもん。でもいいトップレーナーだね。ああ。火星だから結構強くなったよ。回線フラッシュ。シスないのか。いや、足速いパイク、楽しい。うわ。ワニさん、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 もう目合うね、君とは、よく。もう撃つ使ったな。取った。ああ。すごい、旅行してる波が。もう下がろう。ワニの毒絶対殺すマンが怖すぎる。いや、パイク楽しい。本コアゲートリンだ、楽しい。
まあでも E がこんだけ重要ってことは E のクールダウン次第ではだけの方がいいのか、今更だけど。エトリン200試合使ってやっと気づいたわ。6秒か。確かに。確かに。強いかも。バイト瀬戸が無理やり入ってきての。俺じゃなかった。ね。ナイス。ナイスティール。フラッシュ来る。絶対フラッシュ来る。あった。ボイボイさん、ワミ、わらわら。うまーい。あぞー。イエーイ。10キルまで行ったぞ、10キル。パイクのポテンシャル上がってきたね。ジジイ、ニョマさせんだわけ。ナイス。ユカ、ユカさん、ナイス。ほらまたいっぱいついた。レックスが1個もついてないんだけど。なんでよ。なんで。